戦いたい相手がまだいないんです。この中で生の喧嘩を経験した方はございますか？生きた喧嘩したことあることないでしょあなた。あるよ。声がちっちゃい。危ない、抜かなしてやれ。当たっとんねん、どけや。これじゃちょっとどかれへんすよ。当たっとるって。俺ら立てや。髪の毛引っ張るのに喧嘩って言われんだよ。早く座って。お尻パンチ。うっせえてめえは。ここでやんなってごちゃ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 、うっとうしいな。すみません、すみません、ちょっと落ち着いてください。一回落ち着いてください。いいんです、乱闘は慣れっこなんで。あ、一回落ち着いてください。まあ、よくぞ。乱闘になってねえから座れよ。もうすぐ危ない危ない、もうクソ野郎。見苦しいぞ、ただの髪の毛の引っ張り合い。鉄見てんじゃねえよ。よろしくお願いします。メモでした。え、興味なかった。自己紹介、自己紹介。そう、バビオンブーのアジです。最近 YouTube 始めて、職業ダンサーです。ケツよりでカクテル作ってます。やめとけやめとけ。なんでできんのかじゃ。おいお前やれよ、じゃんけん。ちょっと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 、あなたの方が痛いから。やめてくれる？なんか性格悪い清楚ビッチ嫌いで、なんかそういうやつやりたいなって思ってたんですけど、なんか中途半端なギャル言いたろ。なんか前回の放送とか見てて、なんか調子乗ってんなと思ってて、なんかミラタムいなきゃ何もできないのかなと思って。試合決まってますか？いや、私もあのゴリラとやりたいですね。なんかケツ出せばいいと思って。ゴリラですか？お前でいいよ別に。いや、じゃあ S やりたいっすか？しボコボコにしたいっすな。中途半端なギャル。もう一回ケツ出して、もう一回ケツ出して、もう一回見して、ここで見して。いや、これわかんのか、どうよこれ。性格悪いんだよてめえ。つけまつげ取れてんぞ。いいんだ、それくらいちょうどいいんだよ。これくらいが重要で分かってるわ。くそ悪い。試合やりますか？やれよ。ケツ女よろしくな。本戦オッケー、やるべ。ケツで勝負で。あそこ試合決定っすもん。うわ、どうだ。